じゃあ、ということで、本日、一組目のゲストの方をお呼びしたいと思います。ヤミちゃんでーす。ヤミライバーライバー、ヤミちゃんです。こんにちは。ヤミ、ヤミ、なんだっけ、ジョンワン、ジョメラーショー。私は中国語を今、ヤミに教えてもらってて、ヤミは私のジョメラーショーなので、ヤミラーショーって、ヤミ先生って、ヤミ先生そう、ヤミ先です。生って呼んでます。でもね、ヤミは、ヤミは？ヤミ、私に中国語何教えた？でもね、変なこと教えるの、ヤミは。変な中国語を教えてくれるの。に、なんだっけ、に、にしゅ、にしゅ、え、まちゃうべ？にしゃまちゃうべ。これ、みんなわかる？にしゃまちゃうべって言葉を教えてくれたんですけど、みんなわかりますか？にしゅ、しゃま、ちゃうべ。当てる。合ってる？ちゃうべ。合ってる。さまちゃうべ？じゃおべ。嘘。じゃお本当のべ。こと言って。ほんと、内緒で内緒。す。内内緒。緒。他は？他はね、これ言っていいのかな？にゃおにゃお。にゃおにゃお。これは、私じゃないです。闇が教えてくれました。にゃおにゃお。にゃおにゃお、にゃおにゃお、しゅしゅま。にゃおにゃお。いいね。しか。はいはい。いつもこんな感じで、ふざけております。ごめんなさごい。めんなさい。不好意思。不好意思。不好意不好意思。でもさ、日本語でさ、にゃおにゃおってさ、猫ちゃんのことを可愛がるときに、にゃおにゃおって言う。言う。にしゅうしゃま、ちゃおべい。